ヘルマンケーキ、ドイツ語、ヘルマンティーグ、英語、ハーマンケーク。略称、ヘルマンは、アーミッシュフレンドシップケーキに似た、材料を人から人へとチェーンメールのように経由し、材料の中に含まれる酵母及び、乳酸菌を育成し続けて作る、友情のケーキである。理論的には、ある発酵種の缶は、無制限に増殖する。その他の材料は、牛乳、砂糖、 国分それにぬるま湯を混ぜたものである。ヘルマンケーキは1970年代になって有名になった。ヘルマンは調理台に常温で10日ほど置かれ、決して冷蔵しない。ヘルマンに含まれる多様の酵母のおかげで、はっきりとビールの香りがする。ヘルマンケーキは付近で薄く覆われて調理台に置かれ、時々かき混ぜられると呼吸ができる。この呼吸は、 ヘルマンケーキの酵母が原因であり、ケーキのミックスは頻繁に泡を吹くのである。ヘルマンのケーキミックス友達からヘルマンを受け取った人は小さな瓶か、プラスチック製のボールを次の10日間ヘルマンケーキミックスを作るためのレシピのセットと共にプレゼントされる。4日経つと別の材料が加えられてかき混ぜられ、また4日後に同じことを繰り返す。9日目になると、 ヘルマンは4つか5つに均等に分けられ、そのうちの1つの切れ端を友人たちに提供するのである。最後の部分は保管しておき、10日目に料理する。ヘルマンケーキの料理の完成まで、ヘルマンには多くの材料が加えられる。これらの材料として甘みを出すために卵、シナモン、リンゴ、チョコレート、サクランボを加えたり、うまみを出すためにオリーブや ドライトマトを加えたりする。ドイツの雑誌、スターンでは、ヘルマンケーキの人気が2000年代初頭に、ドクター・エトカーによって、バッケンミット・ヘルマン・ウント・ジーク・フリートという本が出版されたことにより復活し、発酵した茶である、紅茶キノコのブームと非常に似ているとコメントされた記事が掲載された。ありがとうございます。